Le Japon, ce pays qui nous fascine tant. Ce pays où la modernité, la technologie et la science, toujours plus avancées, côtoient la tradition, le respect des valeurs ancestrales et l'histoire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'envers du décor. Hôtels, parcs d'attractions, écoles, le Japon regorge de centaines de lieux abandonnés qui ne demandent qu'à être explorés. Je n'ai pas eu peur de prendre ma caméra et de me rendre à des dizaines et des dizaines de spots. Toutes les vidéos sont en japonais, sous-titrées en français par mes soins, et contiennent beaucoup d'anecdotes sur mes nombreuses visites urbex dans le pays du soleil levant. Je m'appelle Laruse, vous êtes sur Faisons-nous peur, et vous allez participer avec moi à de l'urbex au Japon. Pulupululand. Située dans la préfecture de Shizuoka, cette piscine plein air était sans doute très appréciée pour ses toboggans, mais cela n'a pas empêché au lieu de fermer ses portes en 2004, après plus de 30 ans d'activité.人車作業員が本当に多いエリアです。ちょっとびっくりしちゃった。プルプルランド、なんか私が調べた時にこんな状況じゃなかった。 歩いてる音がしてました。なんかもうちょっとね、さっぱりする感じでした。あそこの建物行きたいんですけど、多分こっちかな。とても歩きにくいです。 歩きにくいし、音すごい立つ。すごい場所ですね。 自然の価値だって感じです。あまり大きな声は出せない。時間が止まってますね。すごいですね。ちょっと建物から見に行きましょう。 車の音がとても近いですね。聞こえるのかな。こんな建物あります。すぐ道ですね。あまり音を立てないようにしますね。
まだ解体されていなくてよかったですね。念のためにライトをつけました。手洗いですね。ここすぐ道です。プールを観察する、観察なんて言うんですかね。あ、入場券ですね。意外と高いですね、私から見ると。本当に見え見え。あ、こっから入った方が楽。裏から入ったんですけど、こっから出ましょう。後でそっちの方がよっぽどいいですね。ノートってことは2回もあるのかな。うわ、でかい雲がいました。見ないことにしました。でも雲を僕を見たら隠れたんですね。雲の方がビビってるのかな。うわ、どこを歩いても雲がいそうな。本当に雲が苦手です。お、あまり見ない方がいいですよ。いろいろちょっとお邪魔します。なんかホラー映画っぽい。完全に盗撮ですね、これ。しっかりしてますね。気候がとてもいいですね。もう暑くも寒くもなく、湿気もないことが一番ありがたいですね。もうせっかくなので男子のロッカーを見に行きましょう。広い？つけましょう皆さん。この建物はこれくらいですかね。フロントにロッカーですぐプールに入るって感じですね。まあお手洗い、ちょっとお手洗いの奥には機械室っぽい場所がよいしょ。それが見たいですね。うわ、クモの巣、やばい。すごいですね。クモの巣。おー、なるほど、こんな感じ。ポンプはここですね。
Comme vous avez pu le remarquer, le lieu est complètement laissé à l'abandon. Hautes herbes, piscine contaminée, végétation abondante, on se croirait dans la jungle. J'ai adoré. Pour la petite information, le nom de la piscine Pulupulu Land est un jeu de mots. Les Japonais étant friands d'appellations originales. Pulupulu signifie gigoter, comme des enfants qui s'amusent dans l'eau par exemple. Et pulu ressemble au mot anglais pool dans swimming pool, qui veut donc dire piscine. C'est un petit peu tiré par les cheveux, certes, mais c'est courant au Japon. Allez, je vous laisse regarder la suite. Demo, dondon atsuku natte kite masu, sotoka. Mou sakki to kurabete wa. Slider wa tanoshi sou desu ne. これは当時の様子が見たいものですね。あ、プール。広いですね。広い。もったいないですね。人の車のラジオが聞こえる。プルランドです。とてもかわいい。いつもと違う廃墟ですね。なんか緊張感がやっぱりすっごいあります。周り車とか人とかすごい聞こえるから、自然に緊張感が出ます。上に行きたいんですけど、どうですかね。それこそ丸見え。建物も廃墟でした。すごいですね。あそこから来ましたね。逆光で見える。向こうの廃墟は関係ないですね。ここに道があるので、ほら車が通ります。向こうの廃墟はちょっと後で見に行こうかなと思います。
作って冒険、あの冒険ですね。ちょっと先のところに戻りましょう。あ、ちょっとやばいかも。あの体のいろんなところに虫がいる。私一回あのウェスタン村っていうところに行ったんですけど、多分あそこ芋虫にやられて手がすっごいことになってたんですけど、ここもそうなりそうです。もうかゆい、いろいろ無費を買うべきですね。よいしょ。やっぱりこのスライダーが一番見るポイントですね。この見どころというか目立つんですね。ちょっとその隣のホテルっぽい施設を見ましょう。これはどうですか。入り口はちょっと分かりづらい。めちゃくちゃ熱くなりました。病気ほど雲が苦手です。あ、ちょっと入り口が毎日洗い道具になっていれば申し訳ないです。ここから入ろうかな。なんかいろんな虫が飛んでるな。いろいろ書いてありますね。ここやっぱり裏でしたね。もうとてもいけないんですね。あ、多分ね、部屋の中が全部プールで使ってたベンチでいっぱいかな。なんかカメラがすごいブラブラ動いてます。よいしょ。しまった、向こうに行けないんだよな、ここから。
怖っ。この動画、この動画勝手にしまった。じゃあ出るしかないな。2階行きたかったけど、こっからは行けないな。閉まってる。閉まってる。もう静かですけど、やっぱ人と車が気になります。ここはこの中はこれぐらいかな。中には行けなさそうなので、ちょっとここまでにします。また今度機会があれば来ようとは思うんですけど、ちょっとなんかわかんないんですけど、虫が多いせいかちょっと出たいと思います。でもとても綺麗、スライドも見れてよかったです。また機会があればね、2階の方行きたいと思います。冬ですかね。虫が今より少ない時期にね。では来たところから違うところから出ようと思います。なんかこっからすぐだったな。すごい俺遠回りした、入るために。プルプルランドはなんか通称じゃないみたいです。他の言い方があるようです。車が多い。なんかあります、まあこんな感じです。あ、でもプルプルっぽい書いてある。で、普通にこっから出れました。意味がわからない。すごいところです。これ外からの風景です。私はこの道を走ってずっと裏からは入ったんですね。ちなみにあそこの山がすごい綺麗です。超綺麗な緑です。ちょっと向こう側の背景もとても気になります。車が多い場所です。この背景も綺麗ですね。人の家だったかホテルだったかちょっとわからないです。こんな田舎の中に、あ、ここ建てた時にすごい見えるじゃん。